アキュバンス、ファームウェア書き換えツールのパソコンへのインストール方法。アキュバンス社の一部製品は、不定期にファームウェアの最新版が提供されます。提供される最新ファームウェアへアップデートするには、専用のアップデートツールが必要です。このツールは無償で提供されており、パソコンへインストールして利用します。なお、2022年10月1日時点で、マイクロソフト社の Windows 版のみが提供されており、Apple 社の MacOS 版は未提供です。この動画では、ツールのインストール方法を解説します。アキュバンス社のウェブサイトで、画面上部にある製品のアップデートをクリックします。画面を下へスクロールして、サービス WX、SBUS アダプタのアップデートもこちらからをクリックします。アキュバンスアップデートツールのダウンロード用リンクをクリックします。アキュバンスアップデートツール、ファームウェア書き換えツールがダウンロードされます。ダウンロードしたファイルは ZIP 圧縮されていますので、圧縮ファイルの中身をコピーします。任意の場所にコピーしたフォルダを貼り付けます。圧縮ファイルからコピーしたフォルダを開きます。アップデートツールのインストーラーを実行します。Windows Defender スマートスクリーンが表示されますので、詳細情報をクリックします。実行ボタンをクリックします。セットアップウィザードが起動します。日本語が選択された状態で OK ボタンを押します。次へをクリック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 します。インストールをクリックします。ツールがインストールされます。続いて、ブリッジドライバーのインストーラーが起動します。次へをクリックします。同意しますを選択して、次へをクリックします。ブリッジドライバーがインストールされます。完了をクリックします。ファームウェア書き換えツールのインストールは完了です。完了をクリックします。デスクトップ及びスタートメニューにツールを起動するアイコンが作成されています。これらのアイコンからツールを起動できます。ツールを起動してみます。アキュバンスファームウェア書き換えツールが起動しました。以上でインストールは完了です。ツールの使い方などは別の動画で公開します。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。